どうもタミヤンです。桃鉄ワールド地球は希望で回ってる34年目楽しんでいきたいと思います。さあ久しぶりのプレイになるんですけど、前回は、歴史ヒーローチンギスハン仲間になってくれましたね。星印ついてますね。結構なんか攻撃力がありますね、チンギスハンね。敵の物件を奪ってくるという。1ページ目だいぶ埋まってきましたね。さあ続きいきましょう。目的地オーストラリア、佐久間さんが近いね。700億持ってますが、ボンビーがついております。6大都市カードとか刀狩りカード、持ってますね。音速カードか、あとカードバンクは、あ、移動系少ないな。あ、ただ前に土井さんがいるからなすりつけれるでしょう。行くぞ。17出せばゴールできるけど、どうだ。19。ゴールは無理だね。ウルル平和公園、まあ1000億は持ってないからな。まさかの物件駅に入れない感じだね。珍しい。やだなこれ、マス止まるの通常マス止まんのやだね。ここ行くか、しょうがない。なんかシルバーカードとか使えないのかな、これ。1000億を割引でね買いたいけど無理だろうね。あー、ゴールしたか。土井さんやるな。あっという間にハロー。115億。ライバル堀井さん、ボンビー、モンテビデオ、南米だね。あ、ウルグアイね。最も生活の質が高い、ウルグアイの中でね。お、めっちゃ買うね。うわ、シドニー買われたのはちょっと痛いね。シドニーはね、歴史ヒーロー行ったかな。ちょっと待ってね。あ、特にないか。カード割られております。ちょっと移動系のカードがね、ぶっ飛び系はあるけどないのがちょっとね。ライトニングカード、佐久間さんがね、もう落ちましたからね、最下位に。飛んじゃいますか。で、ちょっとカードバンク、あ、物件飛び引き出して、もうちょっと目いっぱいね。あ、ちょっと待ってね。あとお楽しみで探偵者チェックしておこうかな。なんか刀狩りすべきようなやつあるかな。熱気球カード、堀井さんは、堀井さんカード何もないんだったっけ。佐久間さんが、あ、ライトニング、まあ刀狩りするようなものは今んとこないね。まあちょっと見張っておきましょう。物件飛び、あ、間違った。チンボテ、キットキットにしようか。まあ一番近いところでいいか。これアフリカか。どこだっけ、南米の、あ、ペルーね。はい、イワシと鮭ね。はい、地味で。いや、700億早く使わないとこれ。あ、土井さんが絶好調なんだよね。ほんでね、あっという間にいっちゃう。ナイスカード駅、ジェットカード、まあまあまあ、エンジェルもついて土井さん乗ってきてるよね。堀井さんはまあまあ30マスか、まだね。アフリカにいるのか。佐久間さんが一番近いかな。これはゴールしちゃうか。しなかったね。あ、デビルカード消えた、よかったね。さあここでちょっとお金使いたいな。もうでも移動系カードが全然ない。
お金、大金を使いたいよね。ここはどこ？30億、いや弱いな。サンパウロ、ゴールはできない。ブエノスアイレス、おブエノスアイレス行っとく。ブエノスアイレスか、サンパウロも1380億は無理だね。まあ行っときますか、ブエノスアイレス。使い切ってまとめ買い、サッカークラブで100倍買い取り。悪いね堀井さん。94箇所目、あと6箇所で独占都市100件っていうのはいいね。ゴールされたが、土井さん2連続持ってビデオ。おらー、やるね。さあお金どんどん使いたいな。キングストン、キューバかな、あジャマイカか。レゲエ音楽が生まれた街。全部買ったか、モンテビデオ。堀井さんカード持ってないんだもんね今ね。500億はあるけど、いや今移動力失ってるからね堀井さん。チャンスだね今のうちに。ちょっとカード欲しいな。ジャマイカ行く前にトピックス。三つ星チェシェフ土井さんは、今年は土井さんの年か。どうする、移動系がない。給油液かな、まず。あ給油するか、一旦給油する。カード駅行くか。あ超音速売ってるね、もう買っちゃおう、行っちゃおう。まず行っちゃいましょう。あ物件飛びと超音速あるから、ここは投資するか。物件飛び売って、はい売りまして、超音速買っとくか。スペシャルカードと六大都市はまあいいよね。まあ足を買っとくか、高いけどね48億。うん買っときましょう。まあスペシャルカードとバラン刀狩りもいらないって言えばいらないけど、まあ攻撃として1個残しときますか。はい、でこれでまたカードバンク駅入れば盤石だけどね。うん、土井さんがちょっと一旦ジェットカードね、寄り道したからいいんじゃない。今はもう堀井さんは気にしなくていいね。うん3人の戦いだ。なんか折り返しの方が数字多いから、堀井さんカード駅に入れるかどうかがポイントだよね。カード売り場にね、それか黄色マスに止まってカード飛びカードゲットとかね。あーっと、でもこれボンビーつくの、キングストン入った、堀井さんだよねやっぱりな。よし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 、オッケーオッケーオッケー。テムコ、あー南米行ったり来たり。チリ、民芸品の銀細工、オッケーオッケーオッケー。これでまあカードバンク駅か物件駅に入りたいね。いやこれでもう超音速使いまくれるから楽になったよ。さあどうだ、カードバンク駅は入れない。ゴールはどうだ、ゴールは入れない。物件駅アスンシオン、ちょ
ちょっと都会行こうか。リオデジャネイロ入れない。あ、ブラジリア。うわー、堀井さんが買いまくってんのか。サルバドル、カラジャス、この辺り。サルバドル行っとくか。しっかり物件買っていこう。自動車工場ゲット。残り5箇所。あ、やっと絶好調終わった。よし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 、もう入っちゃおうかな、ゴール。あ、早いな、展開が早い。まあまあボンビーつかないとこでやってるからね。いや、もう一体目的地1年でいくつ変わるんだっていうね。オーラン、アルジェリア、カミューの小説、フェストの舞台。あ、ミカエルに変身したエンジェルが。おー、ミカエル。あ、やっと堀井さんのチャンス来たか。北アフリカだからね。8月。南米どうしようか。北アフリカにもう移動しちゃうか。ねー、カードバンク駅入りたいけどな。もう一回ここで振るか。どうだ、カードバンク駅。あ、入れるね。よし、入っとこう。ここは次への投資だ。預けときましょう。そうだね、超音速2枚とスペシャルカードと、あ、パトカードも、もうなんか1000億以上持って、あの、ウルル公園行く時のためにね、置いとくか。で、刀狩りもね、これでいいか。 OK、 こんな感じになっております。いいんじゃない、エリア飛びカードもあるし。 OKOK、 デビル派遣カードやめて。佐久間さん、そして自分はミカエル。49億入ってくるんだ。あ、サンマルティン。おお、サンマルティンが出撃して、あ、すぐ近く。おお、堀井さん惜しいね。キノコガール、カード飛びカード、剛速球封印カード、なんかすごいのになったよ。キノコ女子出てきたよ。あ、これちょっと堀井さんから刀狩りカードやるかな。なんかヤバそうなカードいっぱい手に入れたもんね。ただ一番遠いのが私になったかな、これで。もしかしたらね。おっと、佐久間さん借金、物件なし。58。あ、土井さんの方が遠いね。どうする、ナミビアのウィントフックで環境負荷の低い新しい採掘法が試験的に導入されました。その結果、採掘が可能で採算が取れる埋蔵量の予想が現在の数倍になると分かりました。ウィントフックには文字通り一山当てたい人と資金が世界中から集まっています。ゴールドラッシュ69億、やった。ここは飛びますか、エリア飛びカード。そうだね、6大都市カード2枚あるからこっち使うか。ただどこが近いんだ、ちょっと待って、一回、あと何マスって分かるのかな。あー、そうだね、ロンドン行くか、大都会行こう。まあ、次の月お買い物チャンスになるしね。あ、超音速に乗り換えた土井さん。
私と同じ盤石の戦いをするなこれ。あー堀さんゴールした。ただなんかカードいっぱいいいの持ってたよね。ちょっと探偵でチェックするか。なんとか飛んだからボンビー免れたからね。オッケーオッケー。お、そして近いですよ私。ロシアチャリビンスク。発音が難しい。たくまさんもまあまあ近いか。あっとデビルがめっちゃ飛んでるね。キングデビル110億持っていくのすげえな。チェリャビンスクだ、間違ったね。どうしよう。お楽しみ。ちょっと探偵者、堀井さん封印カードか。封印カードと剛速球カード、いただきますカード、いただきますカードってカード奪うやつだったかな。ちょっと奪っとくか。ここはねカードバンクから刀狩りを抜いてと。堀井さん絶好調じゃないもんね。さあどれしようかな。一番怖いの、まあ、封印カードかな。剛速球も怖いけどね。封印カード、剛速球されたら、まあ、カードバンクのカードをね引き出せばなんとか生き残れるから。なんか飛んできたよ同じとこに。さあみんなこれ久しぶりに集まってきた感じじゃない。近づいてきたね。堀井さんも600億持ってんだね。ここちょっとヨーロッパで買い物したいよな。ヨーロッパでね。あと1マスか。ちょっと待って、私にボンビーついてるんかい。マジか。いい、じゃあまあロンドンでくるくる回ればいいのか。オッケー、超音速。ここでくるっと回ってから逃げる。まあ目的地に近づきつつか。物件買うか。あ、モスクワ、確かモスクワ歴史ヒーローいなかったかな。実はいない。ワルシャワ、ヨーロッパ結構いるけどね。モスクワは違ったね。どこにしようかな。ミンスク、キーウ行っとくか。キーウガス、まあ紛争が起こってることで有名になったとこだね。はい、100億物件買いました。あ、ボンビーのなすりつけ。あ、肩流りカードやだな。エンジェルカード投げ捨てた、もったいな。なんでそんなことした。あ、堀さん、あ、私ボンビーかもなこりゃ。みんな近いもんね堀さん。あ、私か、久しぶりに。ここはちょっとしっかり行かないとね。おー、アメリカシカゴ、国内3位の都市摩天楼。ここはしっかりなすりつけてから行かないとね。キングデビルが恐ろしい。佐久間さん特製デーカードがいるよね。あ、キングデビル2匹消えた。1匹で40億。さあボンビーいるけど、土井さんが近くにいるからね。落下傘カード、落下傘カードも使ったことないんだよね。超音速で、さあどこに、
こ行こうか。ちょっと迷うな、待ってね。まあ歴史ヒーローのとこはいけなさそうなんで、この辺り行っとこうかな。あ、どうした？え、あ、そう、自分で行くか。じゃあこの辺りまで来たら、あー、じゃあミンスク、あー少ないな、オラール、あーしょうがない、貧乏神の計算大変だからね。まあ、62億ぐらい買っておきましょう。残り3つ、お金がなんか増えていく。臨時収入がすごい。カード飛びカード、土井さん動かなかったね。堀井さん、あ、剛速球カードとか売却したみたいだね。で移動系に変えてくれた。あ、堀井さんね、ありがたい。それでちょっと安心して枕を高くして寝られますね。 OK。 タクマさんお疲れ。さあ2月もうすぐ決算か。買い物を終わらしたいな。トピックス、グルメ大賞、お、ハノイのフォーね、ベトナム料理美味しいですね。誰も北米には飛ばない感じだね。どうしようかな。この辺りで封印カード使っちゃうか。封印やめとくか。六大都市カード、物件飛び、あ、物件飛びないのか。そうですか、もっとカード買いたいなこれ。六大都市カードいくか。で、ニューヨーク、向こうに移動してから3月買い物しようか。しっかりお金残さず買わないとね。500億あるぞ。なんかでも坊主丸儲けカードとかね、恐ろしいカードがあるからさ、怖いんだよね決算後は。ジェットカード、結構2人は移動力持ってるよね。あ、音速、あ、みんなもうでも移動力持ってるか、佐久間さん以外は。お、佐久間さんやっとボンビなすりつけて。そんなに遠く、まだキングデビル動くか。さあ決算前、スペシャルカードでゴールできるんだけどな。シカゴで買い物どうだ。あー、なるほど、いけるね。もう入っちゃうかシカゴね。えスペシャルカード使って、よし、そうしよう。スペシャルカードを使ってシカゴでお買い物だぜ。3、2、1、ゴー！ Hello！ Hello！ さあ次なんかヨーロッパだったら嫌だな。あ、大阪ね、あ、いいんじゃない。私の現住所大阪府、食い倒れの街ですよ。買う、下から買うとあれだと思うから、500億のワイナーズビル、収益低いけどね。で、あとはまとめ買いするか。あ、全部買えるか。 OKOK、 1700億以外は買えた、いいんじゃない。一応お金は使い切りました。収益低いけどね。え、東京まで行った、マジか、やばいぞ、来年やばいぞ。なんか出てきた、風の精霊ぐるぐるんぱ、
巻きって不吉しかないよね。なんか横のワンちゃんがなんか可愛いね。大谷翔平選手が飼ってる犬みたいなね。アトランタを祝福。おお。神々しいですね。5000万地味。尺取る割には精霊たち地味なんだよね。その100倍効果でもいいぐらいだよね。あ、佐久間さんも18マスか。まあまあみんな近いな。あ、カード割れる。これで移動力失うな。あ、キングデビル 割ってくれたのはよかったね。さあどうでしょうか。まあシカゴで買い物したのはでかいでしょうね。え、上乗せしたんじゃないでしょうか。ヤシャ姫さん34年目、450億。 OK、 まずは収益500億目指してね。桃太郎ランドには程遠いけどね。まずは1000億の建設資材位置を買いたいよね。1000億貯めてね。あれ買っとくと、まあ1000億買ったら100倍買い取りされたとしても1000億の100倍だから10兆円内と奪われないからね。うん、総資産7000億。あ、これはもう大きな目線で1兆円を目指せるようになってきたね。そして堀井さん、土井さん、佐久間さんを合計した3対1の戦いも完全に抑えてますね。いけます。この流れで楽しみたいと思います。それではまた、さよなら。